皆さんこんばんは、津軽ジャミ支援奏者の久保田裕二です。こんばんは、アーティファクトです。この番組は、東京から世界へをコンセプトに、上質なエンターテインメントを発信する集団、ザ・ファクトリー東京のメンバーがパーソナリティとなってお送りしております。新東京商店街は、昔ながらの商店街のように、あらゆるジャンルの専門家、クリエイターが集まって、そこから新しいコミュニティが生まれ、新たなものづくりを展開していく、そんなコンセプトでラジオ番組をお届けいたします。 ゴーールデンウィーク何しましたいやもうやっぱ言った通り、はい、パソコンの掃除というか整理したりあちゃんとしたはいえデスクトップ綺麗になったデスクトップ綺麗になりましたおーようやく <laughs> じゃあ新東京商店街オープンです「t h e f a リ t o r y t o k y o がお送りしている新東京商店街本日のゲストを紹介しましょう株式会社セブンセンス代表で映像演出家 VJ ウェブクリエイターとして活躍されている吉田匠さんですよろしくお願いします,ししますじゃあちょっとそんな吉田匠くんのプロフィールを紹介してください、はいはい、吉田匠さんは平成7年生まれ現在21歳福岡県出身株式会社セブンセンス代表取締役15歳の時に会社を設立され当時日本最年少社長として注目を集めましたアーティストのライブ、舞台 飛行機へのプロジェクションンマッピングなど映像を演出また飲食店や商品のブランディングなども手掛け活動の場を広げられていますそして現在今月27日東京お台場で開催予定の未来型花火エンターテイメント「スターアイランド」の制作をされていますプロフィールをねこう見ると多分どこでもこれ聞かれてることだと思うんですけど、はい、まず 11歳でグラフィックの演奏を手掛ける <laughs>、はい、っていうこのこれはどういったきっかけだまたま本当、うん、父の友人の結婚パーティーみたいなのに連れて行かれた時にグラフィックの映像みたいのを見て、はいうん、それまでってなんとなくそういう映画とか好きだったんですけど。はいはいはい そのなんか映像を作るのって、すごい機材と、すごいなんかスタジオで。イメージがね、すごい人数で作って、るようなのをなんとなくぼんやり、そんなもんなんだろうなと思ったのが。たまたまそのパーティーは、父の友人が一人で、なんかプレゼントで映像を作ったみたいのを知って。一人でもやれるんだみたいな。あ、まず作りたいみたいな感じだったんですね最初は。ああ、ほう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 。でも、その、ね、特に、どうやって作ってるかも。はいはい からない状態の中どうやって始めてったんですかこれ両親にとりあえずマックを買ってくれまずはねまずはそこから相談をいたしまして決して安いものではないしではい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 でとかね買っていただいてそれからんかアップルストアに通うようになってっていうか使い方聞きにありますよねやってますもんね ででやってたたみいな感じすけどそこからじゃあ自分でなんとか覚えていって知ってる人と知らない人いるけどマックには iPhone もそうだけど説明書っていうのがないからね基本的に誰かに聞いて覚えるとかそれこそウェブで自分で調べて覚えるしかできないわけじゃないですか。そうやっっっててて使はあで11歳でそれを始めてそれまでパソコン 自体はは触れたことはま,あまあなんかネットを触ったりとか,とか世代的に家にパソコンが非常にあるっていう世代ではありますよねそすそすそす。はい、そこから約4年でなんとなんと会社を立ち上げてしまうっていうこう <この S 2> ですねちょっと戻っちゃうんですけどもともとその要は子どもの頃まあ11歳でも十分子供なんだけれどもそれよりもっと前の時代って。 そういう映像とか映画とかにすごい興味があって。っていうわけでもなくて映画をよく見てたぐらいで全然そんなてか僕サッカーあってたんです5年間ぐらいやってちょっとサッカー選手なろうかってのがで結構本気で頑張ってサッカーをやってたの冷静に考えると敵が多すぎて勝てないと思って。 サッカーじゃねえんじゃねえかなちょっと思い始めて <laughs> その若さで敵の多さにも気付くそこのノーミが <laughs> <laughs> すごいね気付かなかったよだって子どもの頃そんな考えてもいな考えないですよねあでもその中でたまたまそう、ね、結婚式で映像グラフィック映像を見て,見て衝撃を受けたっていう、はいでまあ、そこから4年間でこの会社を立ち上げるっていう、はい、なぜその会社っていうキーワードが出てきたんですか、うん、これ まあなんかたまたま15歳から会社を作れるっていうのを知ったりとかしてで、まあ、ちょこちょこそうやって映像を作る仕事で会社作る前から、まあ、そうやってちょっとお小遣い頂いた作ったりとかするようになってきていたタイミングでもあって15歳から会社作れるんだっていうので、まあ、単純にやってみたらおもろそうだなぐらいの。 本当最初はノリで別に何やるとかもあんまり決めてなくて, <laughs> て,なくてとりあえず箱だけ作っちゃえばいいじゃん,うん,うんみたいな感じで作っちゃったのがその15の時なんですけどそれも両親にも相談してそうですね、はあ、当然15歳ってだって中学校3年生高校,に上がる年高校1年生とかはいそんな時期ですよね、うん、はあ学校行きながらってことですかこれ学校行きながらやってました そういういことなんですね、はいはあ、その会社立ち上げたいって言った時両親のその反応ってどんな感じだったんですか びっくりだよな、何ともないなんの反応もないみたいな。今だって自分リアクションしにくいみたいな。自分で想像してみたら、十五歳の自分の子供に言われたら、会社立ち上げようと思ってんだよねって言われたら、オンオンしか言えないよね。仕方難しいですね。はあ。でもまあそこには当然ね大人の協力ももちろん必要でしょうし、そこで会社を立ち上げでこの 一番最初にやったサービスがこのお年玉ミーってやつなんですか。それもねノリで、そうノリで、これ大炎上しちゃってるみたいな。あ、炎上してる。<laughs> そう,そうちょいちょいね僕炎上してるんです。それ炎上、してる話聞かせてもらっても大丈夫ですか。<laughs> なんかですねお年玉ドットミーは、うんうん、っていうか今思うとクラウドファンディングの先駆けっぽいことやってたんで、そのままやっときゃよかったと思ったんですけど、そのまま残してたらね。そう、それがこれはいわゆる。はい。 トドットミンの話久しぶりにするないわゆるユーザーがウェブサイト上に登録すると、はい、まあなんかネット上で、まあ例えばなんか頑張ってる人の投げ銭できたりすると面白いなって。ったので。<で>本当にクラウドファンディングみたいなでた、ね。そう、それとトットシマかけてやったら、まあなんかそれが資金決済法に。うん あ厳密に触れなかったんですけど触れるみたいなちょっと触れない騒ぎになっちゃってしかも正月ってみんな暇じゃないですか確かにたたきたい放題ああそういう感じで炎上しちゃったってことですねそうなんですよでも今やっとけばまあそうっすクラウドファンディングなりましたよねこれねだってクラウドファンンディグも同じ ね、感覚ですよね,すよね頑張ってる人を応援するために、ね、お金を払うってことですもんね何でもスタートは見たことないもの新しいものに対しては横やりが入るのがまあ常々多分そうだと思うんででもこのお年玉ドットミーで炎上したおかげで体質はね炎上体質はこかったこの時期につけれててかっった <laughs> でも年じゃんとはですよ。 はい、若干16歳にして、ね、炎上を経験するい早い <laughs> 早い,全部が早いこれ、ね、はあ、でこの年に今度10代のネット議事投票サイト、はい、これはどういったティーズオオピニオン <laughs>、はい、これはですね参政権のない10代がネット上で選挙がある時にうん、うん、議事的に投票できたら面白いなみたいなのを持って。 作ったプラットフォームで結構まあ僕らとしてはこれがすごいたくさんのメディアに取り上げていただいてはい、はい、本当毎日 100, 100万 PV とかあるようなプラットフォームに最終的に成長したりとかして、まあ、すごいこれが結構話題になったりとか したのが結構僕ら的にもすごい大きい天気だったんですけどん、うん、まあなんかそういうなんかせっかくインターネットがあるんで、うん、なんとなくその10代って成人に対してなんか意見を言いにくかったりとかもうちょっと勉強してゆえ英語みたいな感じになりがちなんであそういうのをネットがあることによって、まあ、ある意味匿名性とかもうまく使うことによってそういうことが発信できたら面白いんじゃないかなっていう,うまあこれもほぼノリで。 ノリで一週間らい作っちゃったんですけど <laughs> えこの、まあ、今ねここ後半の話もいろいろ聞きたいんですけどもともと学生時代に、はい、ま,あまずはそのじゃあ自分が、ね、自分のやりたいことを実現するために箱を作っちゃおうっていう感覚って、はいはい、今の僕らの世代だったらわりかしそう思う人ってたくさんいると思うんですよ。はい、まあ会社勤めしててしててててききいいろろ勉強で まあ30代とかで一回辞めて、うん、で本当に自分のやりたいことのために起業しようとかっていう方たくさんいると思うんですけどその15歳でいわゆる中学校を卒業して高校に上がったタイミングぐらいで箱を作るっていう感覚を持つこと自体がなかなかねいないなってそれこそ世代が違うから余計なんだけど僕らの世代って絶対多分それってなくて。 なぜならそのインターネット自体がまだなかった。そうですよね,うすね、うん。中学生の時に家にパソコンある人ってほぼいなかったから。うん、でも今の時代だからこそかなと思いつつも、もっとそういう人が増えていってもいいんじゃないのかなっていう感覚もあるんですよ。うんはい、もっと自由にみんな発想して、ね、やっていく方がいいんじゃないのかなと思うんだけど、ね、ただこのおとしだまドットミーとかさ、支持、はい、投票サイトとか、はい、どういう感覚の時にそれがポンって出てくるんですかね。 あのー、この選挙のサイトとかは、うん、単純になんかそんな僕政治にすげえ興味があったりとかしたわけじゃなくてまあ普通になんか選挙が公示されるとはい,、はい、いわゆる街宣車がこう走るわけじゃないですか。はいはい、でなんかすごい20世紀的な,、はい、なんかすごい大声で。はい 聞いいいてる人もいなひいたすよ、ね、下らやってるのってすごい20世紀的だからもうちょっとネットで双方向になったりしたらいいのになとかって思っていてはっ、いはいはい、た時にあそういえば僕ら3世紀ないんだと思ってでもな,んかなくてもネットだったら<ー>そうやって自分たちの意思を大勢の人につ伝えることがいわゆる簡単にできるんでだったら作ってみたら面白いなと思ったんですよね。 はあ、で別に選挙に例えば行けなくても、うん、こういう10代がこう思ってんだよみたいなことがそういう世間にアピールできると、うん、もしかするとちょっと社会がねもっと良くなったりとか豊かになるかなはい、はい、とかって思っていていやでも匠君がこのぐらいの年の2011年とか12年って。はい もうツイッターとかっっってあたすよねもう全然ありましたありましたよね結構見てましたツイッターってツイッター使ってましたよでんかこのこの本当ティーンズオピニオンもツイッターから生まれたぐらいの感じで何かそうやってこういうのあったらどうかなみたいなのがポストしたら面白い面白い面白いみたいなのが来ていや今ねちょっとこのお話聞いててツイッターの世代なんだなってと思いましたね 言っってることがやっぱツイッターに近い自分の思ってることを自由に発言できる場所が、うん、その年齢関係なく、ね、しかも見てる側も年齢が関係ないじゃないですか。やっぱ、ね、そのどうしても世代別でこう見てるものって違うけどやっぱツイッターとかが出てきてくれたおかげで大人に対しても、ねうん、平気で意見も言えるしそ,<う>それこそ,そ匿名じゃないけど、まあ、批判もすることもできれば、うん、いいことも言えるし。 そういういのがこう関わってくるんですねんなんだろうな新しいことを生み出してる常にこう新しいことを生み出してるっていうすごい平たく言っちゃうとそういうことだと思うんだけどそれって感覚的に思ったことをとりあえずやってみようっていうスタイルなん、はい、ですかないと やんなくななくっちゃゃうじゃないですかいろんな根拠のない壁をこう勝手に自分で作っちゃってこれができないとかあれができないとかってなっちゃうんで、うん、まあそういうのを考える前にとりあえずやってみて何かそこで問題が起こったらそこで修正すればいいしやめればいいしっていうふうに思ってるんでんまあ何事もとりあえずやってみるみたいなことが重要だなと思ってるんですね。はあ 今その一緒にねこの会社でやられてるこうメンバーとか何人ぐらいいらっしゃいますか、はいはい。今メインで七人ぐらいいてでまあプラスアルバイトっていうかそういうメンバーとかもいるとどのぐらいなんだろう十五人とか二十人ぐらいになるんですかね。はあでも基本的に全部現場立ってますよね。そうですね。ねはいどの現場でも必ずいますよね,そすね。そうですそうです。<laughs> それはもう自分のモットーじゃないけどやっぱ常に現場にはいたい。 そういうものなんですよ。はあちょっと脳みそ借りたいわ半分ぐらい。<laughs> いやほいい <laughs> 他にもねアーティストミんミさんのライブツアーでの映像演出、はい、とあと昨年ですかね、はいえー、ウルトラの映像演出だとか。はいうん なんかの飛行機に対してマッピングしてましたよね,ね空港の格納庫でねそうなんですとあと大きいところでいくとハウステンボスハウステンボスさんは去年末から年明けにかけて1 0 5メー,ターぐらいある巨大なタワーがあるんです、はい、はいはいそ,それを丸ごとプロジェクションさせていただいてはあ1 0 5ー,ー,ター、うん。そうなんですよえ何台ぐらい使ってるんですかプロジェクターを6台 それでも6台でそうですねそれも全部映像の部分はご自身でそうですね僕らで作らせていただいてちょっともう言葉にならないよ「銀座シックス銀座シックスもこれあれですよね一番上の階にある1階の今後のね活動なんかも触れていきたいなと思っていてまさに今月ですよねはい 27日、はいはい、お台場で日本初となる、はい、花火エンターテインメント、はい、未来型花火エンターテインメントスターランドちょっとこれについてお話伺ってもよろしいですか。えっと、まあ、お台場っていうすごい実はお台場海浜公園って、はい、東京タワーも見えて、はいえー、レインボーブリッジも見えて,見えてで摩、まあ、まあ天楼も見えてうん、うん、結構世界の中でも。はい 結構すごいいい絵が見える場所がなんとお台場にあるっていうのもあって、はいでまあ、そこで、まあ、花火を使って、はい、いわゆる花火って多分何年もあんまり進化せずそうですね確かに出ると思うんそうですけ、ね、ど花火師さんの技術は上がってるけどそ,うです、ね、それ以外はか、まあんまあ変わらないですよね。でなんかそのまあ日本ってやっぱ世界的にも花火ってすごい技術を持っていてそれがなんかもっと世界に 飛び出せるような新しいいエンンターテイメントを作りたいねっていうので、はいはい、まあそういういろいろお仕事させていただいているメンバーとみんなで新しくスターアイランドっていう、えー、花火型花火エンターテイメントを作ってるんですけど要はリアルな花火も1、えー、万数千発上がるんですけどプラスアルファで。 空間に100台を超えるスピーカーを設置して<う>屋外でサウンド空間を作るんですよねはい、はい、音を回してだただのミュージック花火じゃなくて本当に 3D サウンド空間の中で花火が見えるみたいなで。うんうん、でプラス照明効果があったりほ<う>パフォーマーが出てきたとか,はい、はい、か単純なか花火をずっと見るんじゃなくて音と照明とパフォーマーとはい、はい。 そういういちょっとテクノロジーを使った演出とかも入れていてうそういうのを全部混ぜて花火を見るっていう、はい、そういうちょっとまあー日本人にとってはすごく嬉しいことだと思う,うその花火っていういわゆる伝統を持ってやってる花火師さんたちがたくさんいてでそこに。 まあ今はスターマインってさこうコンピューターでこうプログラミングされてボタンで花火を飛ばすことができるようになってきて今度そこに進化した日本人の,そのねテクノロジーが入っていくっていうまあ新旧だよねやっぱりね古いものと新しいものが合体して大きな一つのイベントになっていくっていうのはね日本人にしては嬉しいしあとはやっぱもう世界の人もね 見ててもらいたいっていたっっう気持ちやっぱありあますよねす、まあ、お台場から世界に、ねはいはい、発信できてこれを、ね、海外とかでもやれたりとかするので、うんはい、いいなとかって思ったりしてるんですけど、はあ、まさに、ねあのー、この新東京商店街も、まあ、東京から世界にじゃないですけどやっぱりいろんなクリエーターの方が実はもっともっと知られてないだけではい、はい、たくさんいて。で匠くんのように わ本当に若くしてねクリエーターとして立ち上がってでしかもそのなんだろうなちょっと言い方はあれですけどやりたいことやりゃいいじゃんって思ってるわけじゃないですかみんなもっとやりたいことやればいいじゃんってうんそ,う、ね、そういう人が増えたら、うん、もっと多分日本は世界に対してアピールできるうで、ねうん、ポイントがたくさんあるし、ね、伝統芸能だってやり方によっちゃもっともっと。 ね、世界中の人たちにとか日本中の人たちに届けることができるしまさに新東京商店街のコンセプトに見事に <laughs> はまってるクリエーターさんが今日来てくれたね、はい、ありがとうございますいや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 ちょっと時間もだいぶ来ちゃったんで最後になりますけれども、はいはい、何か若い子たちに若い子たちにっていうとまた匠海も若いんだけどさやっぱ自分がその、えー、15歳の時に会社を立ち上げた っっててていう経歴を持ってて、はい、今現在多分その中学生とか高校生とかですごいいろいろやりたいことあるけど、はい、まだ自分にはできないなって思ってる子たちはたくさんいると思うんで、はい、最後にメッセージでもなんか本当にもうやるかやらないかだなってとにかく思うんで、はい、まあなんかとりあえずでも何でもなんかそういう周りの目とか、はい、世間がどうだとかっていうのを一旦 無視してとりあえずやってみることによって、はい、自分の世界観が360度変わったりすることがあると思うんでうん,なんか,いかに僕は自分の世界観を広げられるかが重要だなと思うんですよね、はい、やっぱりどうしても、はい、例えば学生だともう学校と家と友達とね、うんうん、地元ぐらいで全ての世界完結されちゃうんですけどでももっと世界は広くて、うん、意外と何やってもね、うん 何やってもいいことが多いんではい、はい、まあそれだと多分本当にやったもん勝ちだなと思って何事もまあチャレンジする方が最終的には得するなっていう風に僕は思いますね経験して、はい。いやそれは大人の僕たちにも響く,、ねうんはい、響,く響く言葉だ、ね、ですね、はい、気にしすぎるなっていうね <laughs> <laughs> やりたいようにやれと <laughs> いやいやあのぜひちょっとあれですねはい あのこれに懲りずありがとうございますあの特集でお届けしたいね, <laughs> ね逆に言うこと花火が終わったタイミングとかぜひ、ね、お願いしますまたぜひ来てもらえたら嬉しいなと思っておりますはい。はい、じゃあちょっとアーティー閉めてくださいはい新東京商店街本日のゲストは株式会社セブンセンス代表吉田匠さんでしたありがとうございましたありがとうございました 新東京商店街津軽三味線奏者の久保田裕二とアーティファクトでお送りしていますさあここからは「ザ・ファクトリー東京」のコーナーです,ーーですね、はい、今週は先日、はい、私が神宮球場でライブをやってきたんですよ,そうですよねそうなんですあの4月のですね30日にはい。 神宮球場の巨人ヤクルト戦すごいですよね。巨人ヤクルト戦 <laughs>、うん、の、えー、試合前のオープニングセレモニーという形で、はいまあ、花火として出演してきたんですけれども、はいまあ、僕自身神宮球場でやるのは初で、はい、去年の8月の神宮の花火大会の時には。 軟、えー、式球場の方でで、ねはい、花火で,で、ねはい、ライブをやらせていただいたんですけれども今回、なんと、ね、神宮のメインの方でいいやすすごいっす、ね、そうで最初ね、ね会場の外だと思ってたのよ、はい、入り口とか,<ー>なんか入り口にも DJ ブースとか設置してあって、はい、そういうところでライブやるのかなと思ったらなんとなんとピッチャーマウンドの真後ろという <laughs> いわゆる球場,球場のど真ん中ですね。<laughs> でライブをやらせていただいたんですけれども、まあ、何に感動したって一番は日本って野球すごい盛り上がってるんだなっていうなるほど僕らのために集まってくれた方たちがどれぐらいいたかは別にしてですよ、はい、超満員ですよ球場がそりゃそうですよね。もうね豆 <laughs> <laughs> あのマウンドのところに、ね、行ってこう、はい、周り見渡しても本当に豆<ー>でも本当に人たくさんいてで天気も良かったんで、まあ、雨降っちゃったらライブできないなと思ってたんですけれども天気も良くてで、まあ、もう1つすごく感動したのは今回ヤクルト側の関係もあって出てたっていうのもあるんで、はい、まあ神宮。 ヤクルトといえば東京温度を花火なりにアレンジしてダンスミュージックにしたの。でそれをライブの中でやったんだけどもう一か八かよヤクルトの応援のお客さんとかさヤクルトファンの方たちがさそれを見てさ「なんだこいつら東京温度やりやがって」みたいな感じになったら可能性が言ったらすっごい寒いわけよ。 でもうやるまでわかんないじゃんで実際その花火の曲をまず最初にやってその中でこう曲、まあ、1曲1曲終わらせる全部つなげてたんだけど、はい、そこから東京温度に入った瞬間にパッてこうさ遠くに見えるお客さんたちを見たらさもう傘準備してるんだよね<ー>そうで東京温度の中でお客さんたちがみんなこう傘を振りながらこう踊ってくれて。はい <laughs> それを見た時にやっぱりスポーツが好きでそのヤクルトのファンでっていう方たちとかそう野球を見に来ている方たちがすごいあったかいんだなと思って本当にその後、ねね、あの試合の方も観戦させていただいたんですけど球場で生で見る野球の,あの熱すごいなと思ってで、ね、で意外とよ 女性のお客さんがすごく多く多て、えー、なんかほら去年あたりからさカープ女子なんて言って広島のファンの方に女性がすごいたくさんいてみたいな話を聞いてたことがあるんですけど、うん、ヤクルトもねすごい女性のファンが多くてそうなんすねで若い人が多いの意外と、えー。意外っすねだから、ね、もちろん野球の試合がメインなんだけれども、はい、あそこでやっぱライブをやらせてもらったことで。 多少なりともねそこに来ている野球ファンの方たちにもその僕らがやってるそる方楽器の新しいその未来への挑戦みたいなところを少しでもこう知ってもらえたら嬉しいなっていうのと、はい、うあといろいろ終わった後にインスタとかでさ記事をアップしてたらなんかね 野球ファンの方からちょっとフォローが聞いたりとかね、えー、嬉しいですよねそう,そういうの本当自分たちにとっても新しいさいその今までなかなか届けることもできなかった方たちに対して、はい、あのライブができたのがすごいいい経験になったかなと思って、はい、あのこの場を借りて本当ねあのファンの皆さんと、えー、そこの会場に来てくれた僕らの、ね、ファンの皆さんに本当にありがとうございましたと伝えたいなというような、はい 形でですね、えー、完全に今日は感想を言うための企画コーナーになっちゃってますけどア <laughs>、はい、ーティーもねなんかそういうのそうですね、はい、現状ないですけどねじゃあ来週までになんか考えといて <laughs> 分かったはい、はい ファクトリー東京がお送りしている新東京商店街そろそろ閉店のお時間となりました閉店ですいや今日ね、はい、吉田匠実くんこんなに刺激をこう求めてそ,<う>その刺激を形にしていこうとしてる21歳なかなかいないよねなんか活力もらいましたね、うん、本人もすごく思ったことをバシバシちゃんと言葉にできる、ねでねうん、方なんで、うん、まあ今後もぜひぜひね,ね,ねまたちょっと遊びに来てもらって、はいね、次回も 話聞けたらいいななんて思っております、はい、さあここまでは津ガラジャミ戦争者の久保田裕二とアーティファクトでお送りしましたそれではまた来週